小川よしみは、日本の実業家。ネットインデックス会長、アトラス副社長、一般社団法人デジタルメディア協会副理事長、一般社団法人モバイルコンテンツフォーラム代表理事、インデックス代表取締役社長社長などを、歴任した。東京都出身。東京都立国立高等学校を経て、1989年、一橋大学法学部卒業。 日照祝いに入社。一橋大学では、公式テニス部に所属。一年先輩に、楽天会長兼社長の三木谷博士。二年先輩に、漫画家の吉住渡るがいた。日照祝いでは経営企画部に配属。1992年日照祝い広報部に移動。1993年株式会社 POV。アソシエーツメディア事業本部長に出向。 1998年退社。1998年インデックス入社。取締役に就任。2000年からインデックス代表取締役副社長を務めた。2002年インデックス代表取締役社長に就任。上場企業の女性社長としては最年少だった。宝と共にバウリンガルなどを企画。2003年にケーブーマンウーマンオブザイヤー。 大賞受賞、2004年ブーブクリコビジネスウーマンオブザ、イヤー賞受賞。2006年インデックスホールディングス社長を退任し、同社取締役及び子会社インデックスの社長に、降格。2008年インデックスホールディングス、代表取締役副社長に就任。同年参加のネットインデックス、代表取締役会長及び、株式会社アトラス取締役に就任。 2009年株式会社アトラス代表取締役副社長2009年インデックス代表取締役会長2010年インデックスホールディングス代表取締役社長兼ネットインデックス取締役会長2010年ロッソインデックス取締役兼務ネットインデックス並びにロッソインデックスは後に株式譲渡によりインデックスグループを離脱し インデックス自体も2013年6月に民事再生法を申請し、7月に民事再生手続き開始決定を受けた。2013年11月に実施されたインデックスの新旧分離に伴い、事業はすべてセガの子会社である新インデックスへ譲渡され、旧インデックスは民事再生手続きを継続したものの、2014年4月30日に、 民事再生手続き廃止決定を受け、小川自身も同年7月31日に旧インデックスの破産手続き開始決定を受けたことに、伴い旧インデックス代表取締役社長を失職した。小川自身も2014年5月28日に、金融商品取引法違反の容疑で、夫である旧インデックス元代表取締役会長の落合、まさみと共に、 東京地検特捜部に逮捕され、同年6月17日に、落合正美と共に、東京地検特捜部に、金融商品取引法違反で起訴された。2015年6月8日に、東京地裁で、初公判が開かれ、2016年6月14日に、東京地裁で行われた第一審判決で、懲役3年の休刑に対し、懲役3年、 執行猶予4年の有罪判決が言い渡された。小川は東京高裁へ控訴したが、2017年11月7日に東京高裁で行われた第二審判決で小川の控訴を棄却する判決が言い渡された。ありがとうございます。